ジェルネイルが弾いてうまく塗れない。とても綺麗に塗れたのに乾かしようと思ったらなんかデコボコしてる。それってジェルネイルが弾いていることが原因なんです。今日の動画ではジェルネイルが弾いてしまうことによるデメリット、弾く原因、弾かない塗り方についてお話をしていきます。こんにちは。セルフネイルを世界一わかりやすく教えるあおちゃんだよ。さてさて、今日はですね、ジェルネイルが弾くっていう問題を解決していきたいなと思っております。このジェルネイル弾く問題はですね、あおちゃんのね、 LINE に寄せられる質問でなかなか多い悩みとなっております。ジェルネイル弾く問題をなんでダメなのか、なんで起こるのか、具体的にどうやったらええんかっていうのをね、すべて学ぶことで、あなたは今この瞬間からジェルネイル弾く問題より解放されることでしょう。で、ジェルネイル弾く問題もなかなかね、自力で解決するのはね、難しい問題だったりするんだよね。あ、いや、もうこのチャンネルにね、巡り会えたあなたはめっちゃラッキー。なぜならば解決することができるからね。この動画もあわちゃんの動画はめっちゃ大事なことだけを言ってるんで、コメントして印象に残しておこう。あわチャンネルはセルフネイルを始めたばかりの方になるべく専門用語を使わずに分かりやすい説明をしています。チャンネル登録をしておくことでセルフネイルがどんどん上達すること間違いなしなので、登録して一緒にセルフネイルのレベルアップをしていきましょう。また LINE では返信率 100%、 解決率はだいたい 99%。 わからないことがあれば何でもあおちゃんに相談してね。それでは本編いってみましょう。グラグラネイルスタジオあおちゃんね。弾くことによるデメリット、まず第一に、このようにジェルが弾くことで美女が損なわれてしまいます。ジェルネイルってチュランプランナー、このような仕上がりが理想的と言いますが、弾くことによってで、このチュルンプルンがね、著しく損なわれてしまうんですよね。いや、これじゃあ何のためにジェルネイルをしているのか、ちょっとわかんなくなっちゃうよね。で、続いて、持ちが悪くなります。すると、すぐに剥がれてしまったり、最悪、爪ごと折れてしまうなんてこともありえます。つまり、ジェルネイルに置いて弾くということはですね、いいことね、何にもないんです。こんな時に最適なことわざ、百害あって一利なしであります。弾く原因、ジェルネイルに置いて弾くということがどれだけ罪を大きいことなのか、ご理解いただけたところで、次はなんで弾くのかっていう原因についてお話をしていきます。まず一つ目、油分です。ジェルネイルはね、樹脂なので一応油性ではあるんだけど、油分とは相性が最悪です。爪にこのように油分が付着したままだと、ジェルネイルはね、このようにね、弾いてしまうんですね。で、油分っていうと、人間が自然に分泌する油脂もそうだし、ハンドクリームとかネイルオイルが大敵なのです。ジェルネイルオフした後はさ、オイル塗りたい気持ちはめちゃくちゃわかるんだけど、その後すぐネイルするときはね、塗らないでおこう。続いて、いらない甘皮が残っている場合、つまりサンディングが不足している状態ですね。爪の表面にはですね、ルースキューティクルという目には見えない薄い皮がついている場合があります。当然皮なので油分や水分を含んでいます。これが弾く原因になってしまうっていう場合もあります。それと同時に、ここに皮が残っている状態だと当然塗った後にボコボコするので、塗りムラの原因にもなってしまいますね。続いて、ジェルの相性。油分もない薄い皮も綺麗にした。それでも弾くのは一体どうして？これにはジェルの相性という場合もあります。もし、1、2のどちらも試しても、それでもなお、弾く場合は一度ジェルの組み合わせを変えてみてください。これでね、改善される場合もあります。スキル不要で試せるので、ちょっとね、悩んでいる方は少し組み合わせを変えて改善していただくというのもグッドです。続いて、塗り方によって弾く場合。ジェルネイルの塗り方によっても弾く場合があります。ジェルネイルのジェルは、このようにですね、ある程度粘度があるので、塗る量が少なすぎたりすると、ジェルの表面張力が影響して縮んでしまう場合があるんですね。ジェルネイルは、多すぎず少なすぎず適量塗るようにしましょう。弾かないための下処理方法。それではここからは弾かないための下処理方法と塗り方を紹介していきます。弾かないようにするためには、塗るよりも下準備がめちゃくちゃ大事です。まず甘皮ケアをしっかり行っていきます。甘皮ケア最強のアイテム、キューティクル、ソフナ&リムーバー、読んで字のごとし、柔らかくして落とす液体です。うん、わかりやすい。これをちょんと甘皮のところに垂らして、もうちょっと多すぎたわ。キューティクルプッシャーで丁寧に取り除いていきます。特にこのサイドの部分、結構甘皮残りがちなので、しっ
と除去するようにします。まあ、甲羅まで弾くというかね、ここについている雨皮が邪魔で綺麗に塗れない原因になるんだけど、このサイドの部分についた不要な雨皮はしっかりと取り除いておくようにしましょう。雨皮を柔らかくし落としやすくする液体キューティクルソフナー&リムーバーで雨皮を丁寧に取り除いていきます。続いてジェルクリーナーで拭き取ります。このジェルクリーナーで拭き取ることで爪の表面についた油分や水分を落とすことができます。いわゆる脱脂というやつですな。なんかこういうさ、シールを貼るときに貼る物体にさ、油分とかがついてると綺麗にくっつかないことがね、ありますよね。ジェルネイルでもそれと同じことが発生するんです。そして油分や水分はジェルネイルが弾く原因になるので、しっかりしっかりと落としておきましょう。またこのキューティクルリムーバー&ソフナーもちょっと残ったままジェルネイルをすると剥がれの原因になってしまうことがあるので、それも一緒に綺麗に拭き取っていきます。はい、これで下準備は完了です。あとはジェルネイルを塗っていきましょう。プライマーを塗ります。プライマーはね、この地爪とジェルのね、異素材さんをこうくっつけてくれる役割があるんですけど、まあ、これを塗っておくとさ、このように爪の表面がちょっとこうジェルネイルに適した成分で潤った状態になるので、まあ、ちょっと塗りムラの防止にもなるかなと思います。こんな感じですね。じゃあ今日はね、剥がせるベースコート塗ります。あーちゃんの動画いつも見てくれてる方はさ、知ってると思うんやけども、これマジで紙ジェルなんよ。ベースジェル迷子さんにはね、全員に使ってほしい。では塗っていきます。この時ですね、少なすぎず多すぎず塗っていきましょう。まあそれがわからんわなっていう話ではあるんですけど、でもあーチャンネルを見ているとね、適量がね、つかめてくると思うな。コツとしてはね、全体に薄く塗って爪表面にジェルを行き渡らせてから、後でもう一回整えるように少し量を足しながら塗っていく。綺麗に塗れるんじゃないかな。はーい、めっちゃ綺麗に塗れました。弾きもなくてデコボコもなくてめっちゃ綺麗に塗れましたね。硬化しとくね。あとはこの上にいつも通り素敵なネイルアートを楽しんでくださいね。今日はね、ジェルネイルが弾いてしまうっていう問題についてお話をさせていただきました。まあ、このようにですね、ジェルネイルは小さな問題を一つ一つ解決していくことで、セルフネイルとは思えない上質なネイルへと進化させていくことができるのです。アワチャンネルはね、サルルプロジェクトさんのハピジェルシリーズをね、世界一熟知して使いこなしてます。セルフネイルを始めたばかりの方は、まあ、ね、いろんな条件とかがありすぎてさ、ちょっと意味不明になっちゃってるんじゃないかなって思ってます。何から用意したらええんや、もうどないしたらええんや、そんなね、右も左もわからない方は、今日出会ったあーちゃんにぜひ相談してみてください。今日の動画をまとめると、ジェルネイルが弾くと仕上がりのビジュアルもとても悪くなるし、持ちも悪くなるので、ジェルネイルが弾かないように下処理をする必要があります。ジェルネイルが弾いてしまう場合は、爪に油分や水分が残っている場合、雨皮処理ができていない場合、ジェルの相性が悪い場合、塗り方が悪い場合、考えられる原因としてはここら辺がね、あるということが分かりましたね。ジェルネイルが弾いてしまっていた方、自分が抱えている問題点は見つかりましたか？もしね、ここで紹介していることを全て実践して改善してみても、それでも解決しないときは、ぜひぜひあーちゃんに相談してくださいね。それではこれからもみんなのセルフネイルがもう素晴らしい可愛いものになるように、いろんなテクニックとかね、技法とかお伝えしていくので、次回の動画も楽しみにしててね。ほい、じゃあみんなまたね。あ、チャンネル登録とコメントをしてくれるととても嬉しいよ。ほい、じゃあまたね。